こんにちは。魔界中2つ破壊したところから続きやっていきます。あと残り2個ですね。シエルゼジチルの近くとギルドグラドの近くは大丈夫で、あとバスカーのあたり位置がはっきり分かるのはそこなので、バスカーのあたりだから多分これで行くんじゃないかと。あれはそこ行けなかったもんね、ホバークラフトで。次どっちかな。あれこれか。ある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 。あれここにある、下か。これどうなってんの。あ、やばい、この下かもしれん。あの下かい。どう行けばいいのこれ。あそこなんだろう。どこに近い。ハルメッツ、セボック村。待って、ハルメッツ、あれハルメッツ上、上の方行けたっけかな。あー、行けなくないか。ちょっと行き方がすいません、なんか。あれ行けないよね、でも。待って。バスカーから行けないんですけど。え、船で行ける、これもしかして。あっちの方、すいません、行き方がわからないっていうね。セボック村、バスカーから行けると思ってたよ。ここホバークラフトどこにあるのよ。ねえ、ホバークラフト。あ、そっか、ウェイちゃんかい。これちょっと待って、これいっか。待って、ちょっと、しばらくお待ちを。乗りました、私ホバークラフトに乗りました。こっちじゃないな、こっちから行くのよ。無駄に遠回りしてるかあるけど、辺ってさ、行けたっけ。どっか森、ここは、ここセボック村か。セボック村じゃなくて、この大森林地帯、どうやって行けばいいんですかね。あれれれれ、ここがバスカーだよね。バスカーから降りれる。いや、そこ段差があるんだよ。こっちから行けるか。あ、はい、普通に通れましたね。どの辺だ。それよりちょっとさ、なんかもう一個アイテムもありそうなんだよね。あったあったあった、見えたー、体力アップル。というわけで3つ目、魔界中いきましょう。誰だ、アンテノーラかー。最後メガネずり落ちるやつになるんかそっか、ここでアンテノーラ来るか。まあいいか、行きますか。最後は良かったなー。
よし、魔界中セクトアンテノーラ、また作りは同じでしょう。仕掛けが違うのよね。またどんな仕掛けだろうか。よし行くぞ。あれ、宝ないっぽいね。一応やるけどさ、あれちょっと待って、左のやつは知ってるぞ。オキペテは知ってるぞ。盗んでくるやつ、ハーベストマン、これが新しいのか。こいつを調べてみるか。オキペテってじゃあ弱点値だっけ。ハリケーンボルト、なんでいつもに。よし、アナライズ。どうなってんだ君は。ハーベストマンレベル 28HP410、 弱点の光か。伺っている？なんだ、ほんと不気味なんだけど。え、即死とかしてきそうじゃない？ああいう鎌持ってるやつってさ、してきそうな気がするんですけど。光光魔導フラッなあ、もう大変だったよ。前回さやったミミック出てこない、出てこない。あ、ドキドキする。アンテノーラよりもなんかボスの手前にさ、え、なにこれ、何ですか？ねえ、あそこ行きたいんだけど。あ、ちょ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 、え、何これ。ん？あ、全部上げさせていけばいいのか。どうやって回ったらいいんだ。こっち、これで全部上げればいいだけだよね。あそこの真ん中にゴールとかじゃないよ。あ、いけないよ、いけないよ。そういうことかい。ってことはだ、真ん中につきたいから、あ、でも同じ要領でいけるか。前半はとりあえずこれで落ちそう、落ちそう。あ、いけるか。こういってこうだな。こういってよし、きた。こういう系か。今度はあ
よし。なにこれ、でも色違いだ。昔あったよね。バルフォン、アライズ、火に弱そうだと見た。知らんけど、知らんけどね。バルフォン、レベル30、おー、SP500、氷だった。虫だからか。やだ、私本当にあの触覚苦手なんですよね。いや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 、無理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 。やだ、長い触覚。気持ち悪い。雪に入るのか。あ、いっぺんに行ける。待て待て、カモを。アークティック、いいね。範囲攻撃いいですね。毒素。6かよー。メカ使っちゃおう。よし、敵はあと、おーい、あとセクトアンテノーラ。あ、なになになに、誰誰誰、ネクロマンサー。あ、新しいやつだ。なんかよくわからんけど、現れただと。へえ、ネクロマンサー、レベル31、1200、光弱点。あ、ここ光弱点か。これさ、アンデッド系なんかな。ハーベストなんでしょ。光光我が命に従い浮上なるものなの。あいつが偉いんだ。あいつネクロマンサーが偉いのね。へえ、上下関係。上倒しとくね。また仕掛けやだな。あ、あなたたちの記憶力を試させてもらうわ。正解パターンを覚えなさいね。無理です無理です。
覚えられないよこんなの。いやいやいや、あかん、もう無理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 、あー無理です、もうちょっと待ってこれちょっと待って、もうわかんないわ、もうわかんないよこれ。こっち飛んだかな、合ってますこれ、合ってないよね。はい、あ適当にこれはは道を閉ざす呪法パターンよ、侵入者をスピード消し障壁となれ。あー無理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 、これさ申し訳ないけどこれカットカットえー分かんない、こんなの覚えられない、適当だよ。今度は何のパターン、あ、同じ同じ、こう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 、はい、アンテノーラと遊ぼうのコーナーですてかしばらく遊んでたんですけど、どうしてもちょっと覚えられないポンコツ頭なのでメモを取ろうと思います。はい、ただあの速さでメモを取れる気がしませんこれちゃんと毎回違うんですよ、やばくないですかどうやって取っていこう、やってみる、とりあえず汚すぎてメモが位置がぐちゃぐちゃですね、私のメモはここ最初だったね、位置ちょっと メモを解読しながら、4、5はこっちに書いたから5か、ここ6が端何やってんだろう私本当に、7、あ、いけた、いけた、よかった、メモほんと見せてあげたいぐらいわかんないですひどい、これまだ続くんかな、こんな嫌なんだけどアンテノーラ嫌だ、あー行きますかここ嫌だわわざわざ試さなくても、あ、ここあれ、あれがいるんじゃない、ボスゾーンではないか、あ、いるねいるね、どうしようかな、ティームじゃなくて、こっちにしよう、アンテノーラの時にこの2人を使おう、うん、これでちょっと行きましょう、こっちは怖いから、こっちの方が怖いってどういうことよ、私たちは行かせないつもりね、お会いに行く様、どんな方法を使ってきても私には魔法があるんだから、魔法は何でもできる力、私だってお姉ちゃんみたいになれるんだから、にゃにゃに、何の部分あれ目なのあれ、なんだこいつ、次蜃気楼人間プリズナム人間、蜃気楼人間って何なんだお前お前すごいぞ見た目が、どうなってるんだよガンガン攻めましょう、
シールドリルかアシュレは FP 貯めます。すごいな、プリズム、え、もうチカチカするなんだろう、あのさ、青と紫の、なんだろう、ちょっとセルみたいなさコールドエレンギムレット、あ、微妙に強い、みたいな感じ、どこなのか分からんけど、タイダルウェーブなんかそっち系なんだな、非弱点かな、見るか見るか、いや待って、そんな余裕ないわそんな余裕ないわ、ドッコンプラス胸見るか、HP 高いから意外といけるんかもしれない。ね。これ足で止まるよね。よし。だろう、ブラッドからさミサイル出るせいか、カノンよりもなんか人間兵器感がすごい胸、ね、まだ胸あるのか、ハイフ火やってみますか、火ハイフレームどうかな、どっちだろう、胸アクセス、でも普通だ、てか強っ、イエーイてるんか、あれ多分 V 破壊できたかな、押さえてる、なんかよくわかんないもん、チカチカするあ、消えてる消えてる、エクステンソンもあるのか、いやでもわざわざいいか、ナイフェンさん、いやこれはもう余裕ですね、よしよしよし、近寄ってくるとすごい迫力が、いいねか、あ、全然できそうだね、え、本体にちょっと火やってみるか、いいじゃない、
あーそうでもないんだ。100点ではないのかな。よし、あチカチカするでもなんか人間っぽかったな。みんな32だ。サファイアミスティン、よし、イルカかな。おー上がる。あと1箇所か。仕掛け、よし行きましょう。よし、レベルはまあなんかトントンで行きたいみたいな感じです。さてちょっとセーブをしましょう。やろうと思ったんですけど、時間が多分ちょうどいい気がするので今日はここまでにします。はい、だけでご視聴ありがとうございました。